とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラランジョーズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備の説明をしていきたいと思います。これ、星なき夜ですね。星なき夜は、近接武器で、ナンバーワンの攻撃力を誇ります。一発目、二発目があるんだけども、この二発目のダメージが、ナンバーワンのダメージとなっております。そして、星なき夜のユニークスキルが、超過ダメージが近くのモブに及ぶっていうやつですね。これちょっとわかりにくいかと思うんですけども、オーバーキルで敵を倒した時に、残ったダメージが周りにいる敵に、行くっていうことですね。横にいる敵に、例えば1000ダメージを与えます。で、敵の HP は100だとすると、900のダメージが残りますよね。その900が、その敵の近くの敵に、ダメージとして入るっていうことですね。結構お得なユニークスキルとなっております。そして、星なき夜の回復のおすすめエンチャントは、リフレッシュですね。やっぱり、ポーションバリアと一緒に使っていきたいので、リフレッシュは、必須なのかなと思っております。まあ、吸血でも全然使ってはいけるんだけどね。で、輝きはよくありません。まずこの攻撃速度が遅いやつは、輝きとの相性が悪いので、輝きは入れないようにしてほしいですね。続いて、おすすめの補助エンチャントですね。おすすめの補助は、ガードストライク、そして爆発、エコーなんかもおすすめですね。まずガードストライク。単純に硬くなります。50% のダメージカットが入りますので、普通に使いやすいですね。そして爆発ですね。攻撃範囲がものすごく広いので、それにさらに爆発で誘爆して、かなりのダメージを与えることができます。おすすめです。そしてエコー。だね。エコーがね、向いてない武器って結構あるんだけども、星なき夜はエコーとかなり合うと思います。エコーもそこそこおすすめできますよ。そして最後に攻撃エンチャントですね。攻撃エンチャントは、大荒れたイカに前回紹介したんですけども、それとあんまり変わりはありません。まずは虚無ですね。攻撃速度が遅いやつは、虚無との相性が抜群です。なので、虚無は、ほぼ入れた方がいいかなと思います。そして、痛みサイクルとダイナモ。この二つは、効果力が期待できるので、どちらかは必ず入れた方がいいと思います。痛みサイクルは、やっぱり攻撃速度が遅いやつとの相性が抜群です。で、ダイナモは、まあ、ボスとか、キャプテンとか、HP 高いやつと戦うときに、すごく役に立ちますので、いい感じです。で、アーティファクトシナジーも、星なき夜はもともと攻撃力が高いので、マッチします。すごく合いますよ。そして、おすすめの攻撃エンチャント、まだ少しあります。追い打ち、クリティカル、鋭利にアンチャンティング、そこら辺も合います。まあ、どれを入れても、そこそこの攻撃力アップが期待できるので、どれを入れてもいいかと思います。で、マッチしない、合わないエンチャントっていうのが、まず旋風、そして衝撃波、雷、毒の雲ですね。まず旋風衝撃波はいりません。うん、これが入っててもそんなに意味がないので、星なき夜にはつけなくていいです。で、雷も、パーセンテージで発動するやつなので、攻撃速度遅いやつとは相性が良くない。毒の雲も同じくですね。はい、ということで今日は星なき夜の説明をやっていきました。星なき夜はね、結構好きな装備なので、おすすめしていきたいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。